フリーモント、フリーモント、英語、フリーモントは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡にある都市。サンフランシスコン南東岸に位置する。人口は約22万人で、サンフランシスコベエリアでは4番目の規模。郊外部では最大の都市である。1956年1月23日に、センタービル、ナイルズ、アビントン、ミッションさんのゼ、 ワームスプリングスの5つの小さな自治体が合併して市が成立した。探検家、軍人のジョン・シー・フレモントが市名の由来である。市の大部分はサンフランシスコ米エリア南東のイースト米地区に一致している。イースト米地区では最もシリコンバレーに近く、しばしばその一部にも関連付けられる。フリーモント、ニューアーク、周りをフリーモントに囲まれている。 ユニオンシティの三つの市で構成される地域はトリシティ、トライシティとして知られている。フリーモントはアメリカで最もアフガニスタン系アメリカ人の人口が多い。2011年をめどにオークランドアスレチックスがこれに合わせて建設されるシスコフィールドに転してくる予定であったが白紙となった。フリーモント地域の歴史の記録は1795年6月6日。 スペイン人のフェルミン・ラスエン神父がミッションさんのゼ・伝道書を設立した時に始まった。伝道書はオローニ族の村オイッサムに建設された。フリーモントに最初に訪れた英語を話す人物は著名な罠漁師で探検家のジェデダイア・アスミスで1827年のことだった。伝道書は繁栄し、人口は1831年に1887年に達した。 1834年にメキシコ政府が宗教分離の法律を成立させた後、伝道書は衰退していった。マリアーノ・バレーホの父、ホセデ・ヘッス・バレーホはメキシコ政府からランチョ・アローヨ・デラ・アラメダの土地特許を与えられた。彼の家族は植民地時代後期のフリーモント周辺では影響力があり、ナイルズ・キャニオンの入り口あたりに製粉書を建設した。 1846年には、ジョンシー・フレモントが街を訪れた。サンフランシスコ湾の南東部へ開拓者が近づきやすくなるために、彼はミッションパスを通る道の地図を作成した。フリーモント周辺は、カリフォルニアゴールドラッシュの時期に急速に発展した。ミッションさんのゼと呼ばれた街は、旧電堂所の周辺で発展し、1850年に郵便局が開設された。 ぶどうやオリーブ、種苗など農業が町の経済で最も重要であった。1868年にヘイワード断層でマグニチュード6.8のヘイワード地震が発生し、フリーモント周辺の建物は軒並み崩壊し、ミッションサンロゼも破壊された。1906年に発生したサンフランシスコ地震で破壊されるまで、フリーモント地域のパームレールワイナリーはカリフォルニアで、 最大規模であった。1912年から1915年にかけ、フリーモントのライルズ地区は、カリフォルニアで最も早く映画産業の拠点が置かれた、エッサネースタジオ参照。チャールズ・チャップリンは、フリーモントで、数多くの映画を撮影した。その中で最も有名なのは、チャップリンの失恋、ザ・トランプである。フリーモントは、ウォーリー・ポンドの指導の下で、センタービル、 ナイルズ、アビントン、ミッションさんのゼ、ワームスプリングスの5つの町が合併して1956年に市として法人化れた。フリーモントで最初の郵便局も同年に開設された。1953年から1962年にかけてフリーモントではさらに産業化が進んだ。1980年代90年代にはハイテク産業のブームが起こりりけ、 市内のワームスプリングス地区やシリコンバレに隣接した市で急速に発展した。市内にあったアップルの工場では初めて Mac が生産された1993年に閉鎖。その他にはシーラスロジック、アシストテクノロジーズ、マットソンテクノロジー、ラムリサーチ、プレミシスコミュニケーションズ、ネクストリンク、カリフォルニアなどの半導体。 電気通信産業などの企業が市内で開設された。1999年までには、約750社のハイテク企業が、オフィス、本社、生産工場などがフリーモントにあった。これらのうちイースト米のトップ50の企業には18社、サンフランシスコ米エリアの成長力の高い企業トップ、100には15社が入っていた。ゼネラルモーターズの自動車組み立て工場が、市の南部にあり、 かつては最大の雇用種であった。1980年代に GM の工場はトヨタの組み立て工場と合弁し、ヌミが設立された。工場は2010年に創業を停止した。工場の一部は2010年6月にテスラが取得し、テスラファクトリーとして知られる生産拠点となっている。ソーラーパネルメーカーのソリンドラはオバマ大統領が クリーンエネルギー企業の象徴として政府を挙げて支援していた。ソリンドラはエネルギー省から5億3、500万ドル、約400億円もの融資を受け、最先端のロボット技術を取り入れた工場を7億3、300万ドルをかけて建設した。しかし、2011年に同社は連邦倒産法第11章の適用による破産を申請し、1000人の従業員を解雇した。 クパチーノに本社を置く、ハードディスクドライブの製造メーカー、c ーートテクノロジーが、ソリンドラの旧社屋を購入した。センタービル、ナイルズ、アビントン、ミッションさんのゼ、ワームスプリングスは1956年に合併して、フリーモントとなるまで、それぞれ独立した小さな町であった。現在、それぞれの町はかなり広がり、 もはや別々に分かれてはおらず、市の計画では、それぞれの地域に発展の差が出ないように計画されている。ニューアークはフリーモントへの合併を断り、現在は周りをフリーモントに囲まれている。合併してから、市は新たに6つの計画地域と呼ばれる地区を創設した。これら6つの地区は中央、北フリーモント、南フリーモント、ベイサイド、ベイランド、 ヒルエリアである。フリーモントはサンフランシスコ米エリアで典型的な地中海性気候に属している。近隣の山の勢のように降水量は極めて少ない。これは市の西側にあるサンタクルーズの雨陰となって乾燥するためである。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。2007年の推計によると収入の中央値は 世帯で93,342ドル、家族で103,846ドルであった。男性では59,274ドル、女性は4百5 2 6であった。一人当たりの所得は31,411であった。人口の5.24%及び、家族の3.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の5.9%。 および65歳以上の6.2%は貧困戦以下の生活を送っている。ソビエト連邦の軍事介入によりアフガニスタン紛争が発生して以降、アフガニスタンから大量の難民が流入した。フリーモントはアメリカで最もアフガニスタン系アメリカ人が集中している場所である。カーレド・ホッセニが2003年に表した小説、君のためなら戦回でも、 ザカイトランナーではアフガニスタンからアメリカへの亡命について記述されている。フリーモントにはインド系の住民の集中も目立っており、大部分はシリコンバレーの技術部門に雇われている。フリーモントのアジア人のコミュニティの中では、最も大きい民族のグループは中国系、インド系、フィリピン系である。フリーモントと隣のユニオンシティには太平洋諸島系、キューバ人、 プエルトリコ人、スペイン人、ポルトガル人もかなりの数が集まっている。ネイティブアメリカンなどの先住民族も少なからず存在する。市には聴覚障害者の大きなコミュニティもある。その大部分はカリフォルニアロー学校北カリフォルニアキャンパスの学生である。アンテック、コルセア、イカノスコミュニケーションズ、ラムリサーチ、フリーモント銀行。 オブリンクコミュニケーションズ、シリコングラフィックスインターショナル、シネックス、S3 グラフィックス、XR、ボルテラセミコンダクター、ダキャップなどの企業が市内に本社を置いている。市の包括的年間財務報告書2013年版によれば、市内の大きな雇用者トップ10は以下の通りである。市長の任期は4年である。市長は5人の議員。 市長を含むで構成される市議会の議長を務める。市議会は市の予算を承認し、主要な政策を決定する。市議会は市ティマネージャーと市法務官を任命する。シティマネージャーは市の職員として雇われ、日々の業務を運営する。諮問機関は市議会と共に問題解決にあたり、議会の最終的な判断の手助けをする。 議会の過半数の承認を受けた上で、市長は諮問機関の構成員を任命する。理事を除けば、諮問機関の構成員の大半は、任期が4年で、無給である。フリーモント市は、公安、用途地域の指定、インフラの維持、公園、緑地、社会福祉などのサービスを直接提供する。これらサービスを提供するために、市は22の部署に組織されている。 2009年の財政報告によると、市の歳入は2億8000万ドル、歳出は2億ドル、資産は12億ドル、投資は3億4000万ドル、債務は2億6000万ドルであった。2015年時点では、年間の予算は1億6000万ドルで、市の職員は800人であった。市議会は、毎年7月1日に、均衡予算を承認する。ここ数年、 行政サービスの縮小や市の職員の削減、労働組合による賃金の協定などが予算上の問題となっている。アラメダ軍水道局とユニオンサニタリー地区が上下水道を供給している。2015年大売信は市が州法の定める公文書に関する規定を遵守していないと明らかにした。 電子メールを2年以上は保存しなくてはいけないところ、そのほとんどを30日後に削除していた。すべての電子メールは手動で保存をしなければ、自動的に保存されない下書きに移動されるようになっていた。市のフリモント .gov のアドレスに届いたメールも、議員個人の電子メールアカウントに転送されたメールについても、市は何の記録も残していなかった。市は、 電子データの記憶容量を確保する目的でメールの自動削除をしていたが、大陪審は州報を遵守するための費用はそれほど高くないだろうとの判断を示した。大陪審の調査結果に答え、市は記録保存の手順について総点検を予定しており、電子メールの保存期間を90日に改める。大陪審は、 すべての電子メールを、州の公記録法に基づいて保存する公を推奨したが、市は拒否した。市法務官は、フォーランチアットトニー S というスパムによって、市のデータストレージに負荷がかかっていると言及した。フリーモント統一教育学区内には、アメリカン高校、アービントン高校、ジョン・カイ・ケネディ高校、ミッション、サンノゼ高校、ワシントン高校の5校がある。これら5校に加え、 ユニオンシティのジェームズ・ローガン高校とニューアークのニューアーク記念高校はミッションバレーアスレチックリーグマバルに参加している。学区内には中学校が5校、センタービル、ホップキンス、ホーナー、ソーントン、ウォルタース、小学校が29校ある。フリーモント統一教育学区ではニューアーク、ニューヘイブンの各学区と共同で、 ミッションバレー地域職業プログラムを運営している。フリーモントクリスチャンスクールとアベロエス高校は学区には属していない。オローニコミュニティカレッジ地区はオローニカレッジを運営しており、ニューアークに小規模なキャンパスがある。市内には他にフェニックス大学のベイエリアキャンパス、ノースウェスタン工科大学、デブライ大学がある。アラメダ軍図書館はフリーモントに本部がある。 フリーモント中央図書館はアラメダ郡図書館で最大の文館で最も多くの貸し出し数がある。文館のある建物内にはアラメダ郡図書館の運営部がある。アラメダ郡図書館はセンタービル、アービントン、ナイルズにも文館がある。日本語補修授業校のグロスマンアカデミーはフリーモントにオフィスがある。授業はパロアルトのカバリーコミュニティセンターで行っている。 フリーモント市内には、週刊高速道路880号線、ニミッツフリーウェイと、週刊高速道路680号線、シンクレアフリーウェイが通っている。これら2つの道路は交差していないが、ワームスプリングス地区内において、非常に交通量の多い延長約1マイルの修道を262号線、ミッションブールバードを通じて接続している。他には、 修道84号線とミッションブールバードの一部で、ある修道238号線も市内を通っている。また、サンフランシスコ湾に架かるダンバートン橋によって、湾の西側に位置するメンローパークと結ばれている。鉄道は、バートとアルタモント通勤急行 ACE が走っている。バートのフリーモント駅は最南端の終着駅である。なお、 ワームスプリングス地区への 8.7km の延伸部が建設中で、さらに南のサンノゼへの延伸も計画中である。ACE のフリーモント駅は、ストックトンとサンノゼを結ぶ路線の停車駅となっている。バス路線は AC トランジットによって運行されている。サンタクララバレー交通局は、サンノゼのダウンタウン、カリフォルニアズ・グレートアメリカ、時期限定、サンタクララなど、 シリコンバレー内の各所を結んでいる。週間高速道路880号線とカルトレインに沿って騒音計が設置されている。字は遮音壁の建設によって騒音を軽減しようと努めている。サンフランシスコ半島とアラメダ郡をつなぐカルトレイン画によって計画されている。ユニオンシティ、フリーモント、センタービル、ニューアーク、メンローパーク、 イーストパロアルトなどの駅が新設、またはカルトレインのために拡充される。市は以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。